自己分析ならマジキャリ。年間相談件数1万件の実績からあなたのキャリアプランを一から作ります。転職成功までコミット。転職するか迷っていても OK です。無料相談枠には限りがありますのでお早めにお申し込みください。詳しくは概要欄から。これだけやっとけばいいんだ。この2つがすごく大事です。この2つに効いてくるのが転職軸なんですよ。それができないと内定が取れません。こんにちは、滑らない転職エージェントの末永です。今日のテーマは何でしょうか。今日のテーマは転職活動で一番最初にやるべきことについて末永さんにお話しいただければと思います。わかりました、やっていきましょう。今日のテーマなんですけれど、転職活動進め方みたいな感じで検索すると、やることたくさん出てくるじゃないですか。なので結局何、みたいな。転職されてる方って現職も忙しいと思うので、忙しい中で転職するのであれば、とにかくこれをやっといてくれっていう転職の仕方について、プロである末永さんにお話しいただければなと思いました。そうですね、この動画を見てる方は転職初心者、初めての転職って方も多いと思うんですよね。なので、そういった方に対してですね、ただでさえ転職しようと思ってるってことは転職に何かしら不満や課題があるはずなんですね。そういうメンタル状態の中で、あれもこれもやらなきゃってなるとどんどん自分のコンディション悪化させちゃったりするので、今日はこの動画見たらこれだけやっとけばいいんだっていうくらいの内容をお伝えするので、ぜひ最後まで見ていただきたいなと思います。早速なんですけれど、転職活動で、事前に準備することとか、やることたくさんあると思うんですけど、結局何が大事なんですか。結論から言っちゃうと、転職活動で最初にやるといいと思うのは転職軸を決めること以上です。転職軸って何ですか。それを説明する前に、まず転職活動の成功っていうものを一旦定義させてもらいたいんだけど、何だと思う。転職活動の定義ですか。内定もらうとかですかね。間違ってはいないんだけれども、もうちょっと具体的に言うと、自分が納得できる会社から内定をもらい、そこに意思決定できること、これが転職活動の成功の定義だと思う。だからつまり自分が行きたくないところから泣いてもらっても意味ないし、自分が行きたいところなんだけど泣いてもらえなかったら意味ないでしょ。つまり泣いてもらえるか問題と意思決定できるか問題、この2つがすごく大事なんです。この2つに効いてくるのが転職軸なんですよ。逆に言うとこの転職の軸さえあれば泣いても取りやすくなるし、意思決定もしやすくなるって話だよね。じゃあすごく大事なんだなっていうのが分かったんですけど、結局軸って何ですか。そうですね、それは一言で言っちゃうと、自分が今回の転職において一番重要視したいことです。最優先事項、あれもこれもじゃない、これですっていう、これを決めるってことをせずに、あれもこれもみたいな風になってる人っていうのは内定も取れないし、内定が取れたとしても意思決定できないですね。例えばなんで転職軸がないと内定がもらえないと思う。なんでその会社に面接しに行ってるのかを人事に伝えられないからですかね。ああ、それもするぐらい。結局面接官からするとこの人は何がしたいのかよくわからない。仮に転職者がめちゃめちゃスキルフルな方で超優秀でどんな会社からも欲しがられる人だったらいいけど、実際のところそういう人の方が少ないじゃん。ってなるとすぐに即戦力でアピールできる経験スキルってないことの方が多いんだよ。その分意欲とか目的意識っていうのを評価されるんだよ。多くの人は志望動機を伝えたり意欲を伝えることを勘違いしてる人めちゃめちゃ多くて、おべっか使うというか、ごまをすることが意欲がありますってアピールだと思い込んじゃってる人ってめっちゃ多いんだよね。御社が第一志望ですとか、御社のこういうビジョンに惹かれましてみたいなことをホームページに書いてることをオウム返しのように故障して、そこに惹かれましたって、それがアピールだと思っちゃう人って結構多いけど、大体そういう人多い。チャット GPT でも言えるよね。そうではなくて、面接官からするとその人オリジナルの文脈とか背景とかを知った上で、今回どういうことを転職の最優先事項に置いてるのか、それが自社の業務内容とかカルチャーとか、その人が入った後のキャリアステップと合致してるのかどうか、これをジャッジしてるんです。なのにそれを一般論とか表面的な表現だけされてると、ジャッジするためのそもそも材料が把握できないから、だから結構面接のお見送りって言葉ってよくできてるなと思ってて、評価できないのは見送ろうっていう発想なんですね。だから不合格ですって言い方をしないんだよ。お見送りをする。つまり自社があなたを取るだけの理由が発見できない、ないしはその材料がない、じゃあ合格ではなく見送ろうなんだよ。結構面接官が見てるのは合格不合格ではなくて、その材料があるかどうかっていうのをジャッジしてるよってこと。じゃあなおさら自分の言葉ってなんでその会社がいいのかっていうのを話せないとダメなんですね。そうすると今回の転職の目的っていうのをちゃんとシャープに言語化してるってことがめちゃめちゃ重要だってことなんです。じゃあ企業さんはそのあなたを採用する理由を面接で見つけてくるので、転職者はなんで入社したいのかっていう意欲とか目的をちゃんと自分の言葉で伝えられないといけないんですね。そうです。それができないと内定が取れません。ちなみに他にあったりするんですか。そうですね、他にも内定を取るためになぜ転職軸が大事なのかっていう話に戻ると、例えば求人エントリーですね。つまり自分の目的が明確じゃないと求人エントリーも何でもござりになっちゃうでしょ。目的と合致してない求人をバンバン受けちゃう、その時点でミスマッチだよね。
仮に自分の目的が明確になってそれを面接で語れるようになっててもそれが叶えられない求人をエントリーして私の目的はこれですとかって熱烈アピールしてもいやうちそれできないんですけどってなって落とされるよね。なので転職軸をちゃんと固めると自分の目的を果たせる求人に絞り込むことができる。だから結果内定率が上がるって話になる。とはいえ、うん、自分に合った求人を絞るって難しいなと思ったんですけれど、僕は転職エージェントとかに相談するなりしてちゃんと自分の目的をちゃんとエージェントにコミュニケーションすればこの目的にかなう業界職種ないしは会社求人ってどれですかってオーダーをすればこれですっていう提案をしてくれる可能性あるよ。内定を取る上で自分の最重要項目、うん、転職軸を決めておくっていうその重要性は分かったんですけれど、うん、ただもう一つの、うん、実際内定出た後に入社する会社を決めるにあたって、うん、転職軸を明確にしておくのってなんで大切なんですか？そうだね、まあ、これはもうちょっと内定を取るよりも直感的には理解しやすいと思うんだけど、例えばだけどいざ転職軸がないままにたくさんの求人を受けてなんかキラキラした成長業界大手企業高待遇みたいなところを受けまくるとするじゃん。万が一内定が取れたとしましょう。意外と内定フェーズになると転職者の人って意思決定できないんだよね。それは選択と意思決定が違うからかなと思っていて、選択はできるんだよね。で選択って合理的な視点で相対比較をして選択するみたいな。だから例えば求人を10件並べた時に年収が高い順っていう合理性論理性で並べ替えはできるし、じゃあ一番年収高いところを選択するってことができる。でも意思決定って自分が当事者としてこの会社でやっていくんだっていう決断覚悟みたいなレベルになってる。これになると合理性じゃなくなるんだよ。だからいざ意思決定ってもっと深いところで自分がコミットメントするっていうことが求められるから、そのためには転職軸が明確になってないと決められないってことなんです。一般論ではなくて、うん、自分にとって転職って何が一番大事なのっていうのを、うん、自分で納得できるところを見つけておかないといけないんですね。そういうことです。なので一般論とか客観的にいいと思われるものっていうのが選択レベルだったらそれでもできるんだけども、意思決定や決断をするっていうレベルにおいては主観的なもの、他の人にとってはどうでもいいんだけど自分にとっては超大事、そういう自分論が転職軸っていうものなので、ここをちゃんと言語化整理しとかないと意思決定はできないんだよね。転職軸ってその大切なのは分かったんですけど、うん、どういうふうに決めていけばいいんですか？他にもいろいろ欲しいものあるなっていう中で、うん、どうやって絞っていけばいいのかなっていうのに悩んでるんですけど、それで言うとまず大前提一番に絞り込んでください。そこをこだわることっていうのがまず一個です。その上でアドバイスできることがあるとしたら二つあると思っていて、一つはグッドではなくグレートで選ぼうっていう発想だね。例えば恋愛の話に例えると、とにかく金遣いの荒いやつが本当に嫌だみたいなのがグレート要件なんだけども、それを満たしてたとしても例えばグッド要件として年収みたいなのがあるときに450とか550とかそれくらいあっては欲しいよね少なくともみたいなのってあるじゃん、うん、なんでこのグッド要件については自分なりの基準っていうのを足切りラインっていうのをちゃんと具体にしときましょうって話だよね。それに対してグレート要件はもう自分の主観的にめちゃめちゃ大事にする要素、これはめちゃめちゃ高得点じゃなきゃ絶対ダメで、これはもうドンピシャで100点取ってなきゃやばいよ。その項目が100点取ってたら多少他のグッド要件はまあまあ足切りラインでものすごいいいわけじゃないけどまあ固めつぶれんなみたいな、そういうくらいのもの、これを分けてちゃんと整理しましょうって話だよね。一つ目のアドバイスについては結局ファクトで分析しましょうって話だよね。つまりどういうことかというと自分が何を言ってるかじゃなくてどういう行動してきたかっていう過去実績で評価しましょうって話だよね。転職支援の現場の中で大体4000人以上の方々と面談してきたんだけども、なんか客観的に見てると多くの人ってその会社を選んだ理由と辞める理由って全然関係ないんだよね。その会社を選ぶときってそれこそまあミスマッチしてる人にありがちな話として、まあ合理性客観的に社格がいい年収がいいみたいなそういうことで選んじゃってる人結構多いんだよね。なんだけれども実際その会社を辞めようってなった時にはもう全然違う理由、その人にとってすごく大事なことみたいなことで辞めてるっていうことがファクトなんだよ。実際働いてみたらここが嫌だったみたいな、そうそうそう、項目がファクトなんですね。そういうこと。むしろ辞めたところにヒントがあって、それは何を言ったかじゃなくどう行動したかっていうレベルの話だから、結構その人の本質が現れてる行動データだから、だからそれを信用した方がいいよって話で、もっと言うと転職って内定意思決定したタイミングよりも入社した後が本番じゃん。入社したら結局仕事するわけですよ。その時の日常って何かっていうと業務内容と働く人環境っていうこの2つなんだよね。ほとんどこれで日常にまみれるんだよ。なので大体転職理由で多いのってどういう業務内容なのかっていうことと誰と働くかとかどういう職場環境なのかっていうこの2点が理由で辞めてるって人が多い。
そこの中でファクトとしてどういうことにやりがいを感じたり、どういうことに苦痛を感じたりしたかっていうことを行動履歴としてデータを分析してみると、これが本質だから絞り込みやすくなるよって話。その人を主語にしたらそれがファクトだから、それって再現性が高そうでしょ。今の2つの項目で絞っていけば、うん、ベストな項目っていうのをなんか絞っていけそうですね。うん、そうですね、1個に絞り込めると思います。ありがとうございました、はい、今日のお話で転職軸をどういう風に言語化していけばいいのかっていうのは分かったんですけど、うん、自分一人でやるのって難しいなと思っていて、どうすればいいですか。それはどうしてもやっぱり第三者の客観視っていうのを入れると、まあ、よりブレにくくなるだったりとか、アラートを上げてもらえるみたいなのがあると思う。第三者ってことは転職エージェントですね。そうだね、できれば転職やキャリアについて精通してる人の方が客観的にそれを評価しやすいよ。その人の軸に合った求人っていうのがこういう業界職種だっていうことを紐付けも分かるじゃん、まあ、そういう意味では転職のプロの方がいいなっていうのは思う。ただやっぱり転職エージェントってこの動画でもよく話してきてるんだけど、正直ピンキリっていうのがあって、ビジネスモデル的に個人の人は無料で使うことができるんだけど、基本的には企業からフィーをもらうモデルなのね。どうしても転職エージェントのバイアスが入ったりとか、求人紹介ばっかりしてきて、あんまり自己分析とか時間を割いてくれないエージェントの方がほとんどなんだよ。なので今日話したような自分の軸を決めるってところよりも、意外深く受けていきましょうよみたいな感じで2倍のいい求人バンバン並べられて、自分の目的を面接で言えずに泣いてもらえないし、判断や選択はできるけど決断意思決定はできないみたいな、もうもやもやしたり転職うまくいかないみたいな人ってめちゃめちゃ量産されてるから、やっぱり転職エージェント選びって結構重要かも。でもベストまで絞ってくれる転職エージェントなかなかいない気がしますね。そうする合理性っていうのがビジネス上のインセンティブとしてないんだよね。ぶっちゃけボランティアじゃないから転職エージェント、うんうん、ビジネスとして考えるのは別に悪いことじゃないんだよ。ただ転職者の目線になるとこれが利益相反しちゃうってことがあると思う。とはいえ、そのベストまで軸は絞りたいけれど、はいはい、誰を頼っていいかわからないみたいな、または誰を頼ればいいですか。そうだね、まあそういういいエージェントに巡り会えた人はそれでラッキーって話なんだけど、そういう人って稀だと思うし、あんまり再現性がないと思うので、そういう場合は弊社アクシスが提供するマジキャリを使うのも一つです。マジキャリって何でしたっけ。マジキャリっていうのは、まあ、弊社アクシスが提供しているキャリアコーチングサービスでして、今日話してきたような転職の自分の軸をちゃんと決めるっていうために自己分析をがっつりやりますと。キャリアコーチングについては求人企業からフィーは一切もらわないし、求人紹介はしません。その代わり個人の方からお金をいただいて、120% 個人を向いた転職支援サービスになってますと。で、具体的には自分の軸をちゃんとグレートを決めるっていうための自己分析をがっつりやって、キャリアプランを考えると。で、そのキャリアプランに従った求人をエージェントだったりとか求人広告だったりとか、ハローワークから持ってきてもらってエントリーする場合。で、その内容をお医者さんのセカンドオピニオンなのに求人選定を一緒にやりますと。その求人選定したものをエントリーした後の内定獲得支援、面接対策だったりとか、最終的な意思決定支援までワンストップで提供するような転職支援サービスになっています。確かにそのサービス内容であれば、うんうん、法人というか個人が向いてくれるっていうこの具体的な安心感があるので、うん、今日の転職軸でもあったベストっていうところまで一緒に探してくれそうだなって思ったんですけど、うんうん、ちょっとそうは言っても申し込みするまでちょっとなんかハードル高いなというか、うん、まあ有料ですね。そうですね、そういう方向けに何かないですか。ああそうですね、こちらは、まあ、おっしゃる通りで一定の金額をいただくっていうものなので、接点もない中でいきなり申し込むっていうことができる人って限られると思うので、うん、まあ、こちら概要欄にマジキャリのリンクを貼っておくので見といてほしいんですけれども、初回60分に限りなんですけれども、無料の体験面談をご提供します。そこで実際に体験いただいて、これであれば転職のプロ、キャリアのプロの目線から客観的に自分の軸を言語化していけそうだなって期待が持てたとしたら、まあ、そこで初めて使っていただくかどうか検討いただければ構わないので、まあ、ぜひまずは初回60分の無料面談にお越しください。月内に稼ぎに行った日はあるので、お早めにお申し込みいただけたら嬉しいです。あとはですね、この動画を見てる方はそもそも転職の基本の日もよくわからんよって方も多いと思うんですね。そういった方に向けてですね、こちらも概要欄に津軽内転職の公式 LINE の URL を貼ってますので、今タップしてですね、友達登録をポチッとお願いします。 LINE 限定で転職の基本ノウハウをご提供したりだったりとか、無料の市場価値診断テストも受けることができます。ぜひ友達登録をお願いします。いかがでしたでしょうか。今回は転職活動で一番最初にやるべきことについてお話してきました。この動画が少しでもいいと思った方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンとベルマークポチッと今よろしくお願いします。このチャンネルでは今後も皆さんの転職やキャリアに役立つようなコンテンツを作っていきたいと思ってますが、皆さんが普段何に困ってるかを教えてください。こちらをですね、コメント欄に書いていただいたらば、その内容をもとに動画を作っていきたいと思ってますので、ぜひコメントをよろしくお願いします。バイバイ。